寒木は、連福草科がまず未属の落葉症高木。別名家なし寒木。東アジア北東部に分布。シベリア東部、朝鮮半島、中国大陸、カラフト、南千島、北海道、本州の中部地方以北に分布。山地の総林内や林園、やや湿り気のある場所に自生する。落葉紅葉樹の小高木。 樹高は2から7メートルくらいになる。樹皮は倉場愛褐色で厚く、縦に割れ目が入ってくる。小枝は赤褐色で、毛はなく枯れた枝先がよく残っている。葉は枝に耐性し、形は甲卵系で散列するのが特徴で、他の二種との区別がしやすい。葉の先端は、尖縁は前縁になる。花期は5から7月で、白色の 小さな両性花の周りに大きな5枚の装飾毛が縁取る。秋に赤い実をつける。冬になっても赤い果実や果樹の柄はよく残っている。唐賀は枝に耐性し、卵形や長卵形で枝先には仮蝶賀が2個つく。トウガのガリンは帽子状で毛はなく、外側は1枚で内側2枚はべたつく。トウガの秋に残る洋根は 三日月型で遺憾タバコンが三個つく。材は白色で好奇があり、日本では幼児や防溶樹の材料として使われてきた。また枝葉を煎じた液は止血効果があるとされ、切り傷や打ち身を洗う民間薬として利用されてきた。歓喜の和名は薬用として用いられた歴史に由来するとも推定されている。ありがとうございます。